生まれ育ったラゴスの町に立つエアネスの彫像ジル・エアネスは15世紀のポルトガル人で航海士であり探検家。大航海時代のポルトガル人として活躍を見せる前のジル・エアネスの私生活についてはほとんど知られておらず、エンリケ航海王子の使用人であり盾持ちであったのではないかと考えられている。ポルトガルはアルガルベ地方の南にあるラゴス出身で航海の拠点もこの町である。1433年に王子の遠征隊に加えられ、大きめの船と人員等を与えられている。これが、それまで当時の知識や装備のレベルでは、越えることは不可能だとされていたボハドル岬を周回することに挑戦したものである。ラゴスを出発したエアネスは、アフリカの西海岸沿いを進む未知の航海を行い、結局カナリア諸島へと西に向かった。エアネスはその岬とは、ほど遠い場所で穏やかに暮らしていた現地の人々を捕まえ、サグレスに捕虜として連れ帰った。そして旅の最中に犯した危険がいくつもあったと言い訳をし、エンリケ王子にその失敗の詫びの品としたのだ。しかし謁見したエアネスを待っていたのは、冷遇であり次の航海の延期だった。王子はあくまで岬を一周してくることをエアネスという航海士に期待していたのである。許しを得て2度目があるならば、翌年は航海に戻ることを望んだ彼に、1434年、名誉挽回の好機が訪れた。エアネスのバーケンティン、キャラベル船と乗組員たちはついにボハドル岬を越えて、サグレスまで戻ってくることをやり遂げたのだ。そして水質や地質、岬を通過することの難しさについて報告し、航海が成功した証として、植物もいくつか持ち帰った。ボハドル岬を抜ける航路を発見したことで、ついにポルトガルによるアフリカ探検が始まるのである。1435年には、アフォンソ・バルダイアと共に、さらなる航海を行っている。二人は、ボハドル岬の南をおよそ30リーグ、あるいは50リーグも進んだ先のアフリカ沿岸に到達した。直ちに住民を発見することはできなかったが、航海を終えるまでに人が暮らしている痕跡を認めるなど優れた結果を残した。彼らは自分たちが停泊した、その小湾にアングラ・ドス・ルーボスと名付けている。この水域にはガーネットにも似た魚が数えきれないほど泳いでいることにちなんだものであった。故郷であるポルトガルのラゴス市の広場の一つに彼の名が付けられている。カーボベルデのサンビセンテ島にあるミンデロ市には彼の名が付けられた学校があった。1930年代、この学校は島の最高学府だった。現在、この学校はエスコーラ、ホルヘ・バルボーザとして知られており、カーボベルデ大学の一部となっている。1955年に就役したポルトガル海軍の病院船ギルインズは退役した後、ビアなどカステロに係留されて、記念館兼ユースホステルとなっている。ありがとうございます。